はい、鹿児島市の照国神社です。雨は降っていません。ただ空を見上げますとどんよりと厚い雲がかかっていますので、これからいらっしゃる方は雨具を持っていた方が安心かもしれません。そして外の暑さなんですけれども、やはり雨上がりということもあって蒸し暑いです。今日私半袖ですけれども、半袖でちょうどいいくらいです。ただ歩いているとやっぱり汗ばんできますので、タオルやハンカチを必ず持って汗を拭きながらでも歩いていた方がちょうどいいかもしれません。そして午後5時半を過ぎたところなんですけれども、境内すでにですね、多くの人がいらっしゃっています。中にはですね、浴衣を着ている人たちもいまして、もうお祭りの雰囲気だなというのを実感しています。さあ、この照国神社の六月堂ですが、島津家が先祖の供養のために灯籠を灯したことが始まりとされています。去年はおよそ10万人、県内の六月堂では最大級の人出があったということです。灯籠もこのような50センチのものから、あちらのですね、幅2メートル70センチのほどまで、大中小合わせておよそ800個の灯籠が飾られています。この灯籠を飾っているのが、飾られていて絵を描いているのが鹿児島市内外の、幼稚園児から、高校生までの皆さんなんです。描いているものも、かき氷ですとかスイカといった、夏を感じさせるものから人気のキャラクターまで様々です。こちらを訪れる人には自分の描いた絵がどこにあるのかを探しにいらっしゃる方もいました。やはり私も小さい頃灯籠に絵を描いていまして、地元の神社で自分の絵がどこにあるのかなっていうのを探すのをとても楽しみにしていました。さあ、そして少し離れまして大鳥居の近くまでやってきました、はい、この時間午後5時からですね、交通規制が始まっていまして、こちらのエリアはもう歩行者が自由に歩くことができます。もうすでにですね、多くの人たちが訪れていまして、皆さんこの六月堂を楽しみになさっていたんだなというのがよくわかります。そして両サイドには出店も出ていまして、この2日間でおよそ100店舗が並ぶということです。少しこの弱い風に乗ってですね、いい香りが漂ってきますので、もうだんだん食欲がですね、そそられてきます。お腹も空いてきました。さあ、ここでですね、今日いらっしゃっていた浴衣お召しになった3人の親子の皆さんにお話を伺おうと思います。こんばんは。こんばんは。ありがとう。さあ、今回、6月の今日からですけれども、今日はどちらからいらっしゃいましたか？鹿児島市内です。今日もすぐ地元ですね、はい、もう毎年いらっしゃってますかね？そうですね、はい、はい、じゃあ楽しみになさってるというところですかね？そうですね、はい、はい、そしてお子さんにも伺おうと思いますが、こちらやっぱり六月堂というと灯籠なので、この灯籠に今回絵を描いたりとかしました？飾ってあります？飾ってあります。お、どんな絵を描いたのか教えてください。クラスのみんなで海の絵を描きました。海の絵、海の絵と、あとは他にも何か描いたかな？花火の空とか、うん、虫や花も描きました、うん、じゃあちょっとこう夏の風景というか、そんな感じですかね？はい、はい、やりました。でもこの後もまた お客さん多いですけれども、楽しみになさって、はい、ゆっくりとこのお祭りの雰囲気も楽しんでください。ありがとうございます。ありがとうね。はい、ありがとうございます。さあ、そしてこの照国神社ではこの後午後8時からですね、8時半をめどに花火も打ち上げられるということです。そしてこちら、この2日間限定で6月号の御朱印も出しているということですので、参拝に合わせて受けられてみてはいかがでしょうか。そして今日のこの後の交通規制のご案内です。こちらをご覧ください。この後6時からはですね、通行規制が照国神社前の交差点でも始まります。今日の通行規制は午後10時までとなっています。周辺を通行される方はご注意ください。それではここまで照国神社から中継でお伝えしました。